こんにちは、TS メグです。TS メグの塗り絵チャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、なんと神絵師さんとコラボさせていただきました。はい、その方はですね、マリポリさんという方なんですけれども、本当に可愛い線画で、もうイラストが本当に可愛くって大好きなんですけれども、なんとですね、この今休校とか自宅待機の多い中、皆さんがね、少しでも自宅で過ごす時間が楽しくなるようにということで、今ねイラストレーターの方とか企業の方なんかがね、無償でこう塗り絵の提供なんかをしてくれてるところが多いんですけれども、この間もねウームさんの塗り絵っていうのをご紹介させていただいたんですが、このマリポリさんもね、なんと皆さんにどうぞ塗ってくださいということで、線画の方を今ね公開して、あの無償で配布していただいてます。でもう本当感激、本当にお優しいですね皆さんね。はい、ということで私も早速もう速攻で、ダウンロードして塗らせていただいたわけなんですけれども、ダウンロードして塗る上で注意点というのがあるので、こちらマリポリさんの方のね、ツイートの方にもしっかりと書かれているのでチェックしていただきたいんですけれども、こちらの注意事項の方をしっかりと守った上で、皆さんね楽しんでいただけたらと思います。マリポリさんの、素敵な線画のねダウンロード先の URL も下の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひ皆さん今この時期だけですのでね、塗ってみてください。ぜひ楽しんでください。はい、もちろんねこれが当たり前なわけではなくて、本当に本当に本来ならばちゃんとお金を支払って、購入させていただくべき作品です。それを無償で本当にね、善意の心で、マリポリさんだったりとか他のイラストレーターさんとか企業の方もされてると思うんですけれども、皆さんに配布してくれてるわけですから、ちゃんとルールを守ってね、楽しんでいただけますよう、お願いいたします。こちらの動画もですね、今回はマリポリさんご本人から特別な許可をいただいて、こういった形でコラボというかね、させていただいてるので、お家で塗り絵を楽しんでいただく分には別に特別な許可とかいらないんですけれども、これを自分のものだよっていう、自分の絵だよみたいな感じで SNS に投稿したりとか、ましては売ったりとかね、そんなことも決してしてはいけませんので、注意してください、あとは SNS に投稿、塗ったものを投稿するの自体は、マリポリさんご本人もね塗ったのが見れてとても嬉しいと思いますので、ちゃんとお名前の方をですね、マリポリさんの、タグ付けなどをして、ご本人に見ていただけるように、インスタとかツイッターとかで投稿する分には、とてもね嬉しいと思いますので、ぜひやってみてください。はい、ということで、私もね楽しく塗らせていただきました。本当に可愛い絵なんです。じゃじゃん、こちらの線画です。もうみんな塗りたくなっちゃったでしょ。女の子がねうさぎの耳をつけてね、チューリップを抱いてね、もうすっごい可愛い絵なんです。もうね春にぴったりの素敵な作品です。これが塗れるなんてもう本当に嬉しくって、とっても楽しく塗りました。やっぱ塗り絵って楽しいってなりました。はい、あとこちらマリポリさんのお名前がちゃんと印刷するときに入っているので、こちらを消さないように気をつけて塗ってくださいね。はい、ということで塗らせていただいた作品の方、私の方ね、ぜひご覧になってみてください。それではスタート。はい、ということで塗っていくわけですけれども、髪の毛の色はねとりあえず、春らしくピンクにしようかなっていう感じで、薄めのピンクから塗り始めたんですけれども、まだね全然全体的に、こうしようというのは確定していないんですが、春らしいね明るい感じの色合いにしていこうかなとは思っています。使用する色鉛筆は、
今回もね、いつもと同じメインで使うのはホルベインのアーティストカラーペンシル油性色鉛筆になります。それ以外にもね、ちょこちょこと他のメーカーのものも、入ってきたりとかはするんですけれども、基本的に、使っているのはホルベインの色鉛筆になります。さてね、まだね、どんな感じに全体していこうかなっていうのが曖昧なところもあるので、まだ濃い色はね塗らずに、ちょっと下塗りみたいな感じで、ピンクの色をどんどんね塗っていってます。でね、色味が完璧に決まってなくても、やっぱり明るいところとか暗いところとか光の感じとかは、下書きの時点で塗っていくことはできるので、まあ、同じね系統の色味というのは大事かもしれませんが、まだね重ね塗り他の色する前でもこんな感じで、ちょっとずつね、明るいところとか暗いところはここだなっていうのを、ちょっと塗っていって下塗りをしていく。そのうちどんどんこう塗っていきながらイメージが膨らんできて、あ、ここはもうちょっと濃い色にしてみようかな、ここをこの色にするんだったらあっちはこんな感じにしようかなとかね、塗りながらね頭の中だけで考えてても、なかなか同じようにはいかなかったりとかもするので、もうねとりあえず定まらなくてもちょっと塗り出してみちゃうなんていうのもねありかなと思います。私はねこういうなんかちょっと特別な塗り絵の時、なんかドキドキワクワクしすぎちゃうと余計なんかこう定まんなくなってきちゃうので、もうこれずっと考えてても、悩んじゃうなって思う時なんかはもうとりあえずね、もうさっきも言ってたんですけど春らしい明るい色にしようって思ったのもあるので、まずねこう薄いピンクから塗っていきました。でね、今は本当に倍速もせずにそのまま塗ってる時の、動画を見ていただいてるんですけれども、まあちょっとずつねこう、色を確かめながらここでいいかなとかね、ゆっくり塗っていっております。ではね、これねずっと同じ速度でご覧いただきたいのは山々なんですけれども、ものすごい何時間になるかわからなくなってしまうので、ちょっと早送りさせていただいてご覧いただこうと思います。それでは完成までどうぞご覧ください。
はい、ということで完成です。はい、春らしいね、カラフルな感じの明るい作品にしたかったので、うまくいったかなと思います。どうでしょう。本当にね、とっても可愛らしい線画が塗れて、とっても楽しく幸せでした。こんな素敵な線画をね、配布してくださったマリポリさんに改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。皆さんもね、ぜひぜひ、この機会にダウンロードして塗ってみてください。はい、こんなね大変な時期だからこそ、お家で過ごすのも大変かと思いますが、明るく楽しい可愛い塗り絵でも塗ってね、日々楽しく明るく過ごしていきましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。インスタグラムの方もぜひフォロー忘れずによろしくお願いいたします。いろいろな動画や写真の方アップしてますので、ぜひぜひご覧になってみてください。今回もご覧いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。